んこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年11月の6日、午前11時9分で10万円の給付金について、最終結論というものをこの間動画でアップロードしたんですが、まだ少し、私の方でも、情報不足でして、本日、生活保護係の方に、お電話して聞きました。家賃がその住宅扶助よりも上回ったケース、まあ、高い家賃のところの方とかはどうされてるんですかと。その例えば、神戸市だったら、一人のその生活保護の人は4万数千円なんです、住宅扶助が。だから家賃ですね。でもしこれが例えば6万円とかになると、これもちょっと無理だというような形になってきます。生活保護のその生活費になってくると。でその方はどうされるんですかと聞いたら、総理とかも知ってるかもしれませんけども、一応言っておきます。他の方たちにも向けて、引っ越し代を生活保護係の方から出して、家賃の低いところに、移り住んでもらうと、まあ、こういうことになってるみたいなんですけども。で公営住宅ぐらいだと思うんですよ。その収入が低くて家賃を下げてくれるところって、他の一般的な賃貸ってそういうな仕組みありますか？もしなかったらね、もう今まあすごい少子化じゃないですか。2003年以降個人情報保護関係が出来上がって、でまあ人材派遣業法等も含めて仕事がたらい回しになって、でまあ、僕みたいにね、ある程度の年齢で、ほぼ力尽きるみたいな形に、なったり、どこか仕事がまた新しく出てくるまで待機してるだとか、まあ、そういうような状況で生活保護になられる方っていうのは、これから先もどう考えても職業原理的にどう考えても無理だっていうことは、分かりました。でその10万円の給付金の仕組み、まあ、以前からその、まあ、言ってるように所得税の、分をどうこうってするんじゃなくて、まあ、一律で10万円の給付とか、最近インターネット記事ですぐに、流れました。7万円の給付金の方は、すぐに今年の、冬に、給付を始めるみたいな案も出てるっていう記事も、出ました。まあマイナンバーカードならできるかなっていう部分と、マイナンバーカードよりももっと早いのが、すでにその非課税か低所得者かどうか分かってるから門戸無用で振り込む。多分こちらの方が手間かからなくて早い。それならできるかもしれないだと思うんですね。で、まあその方向の方がいいだろうなとは思うんですけども、ね、まあ、自分がね、今、非課税所得の件とか頭の中よぎって、お金が入ってきたらどうなるんだろうとか、いろいろ考えたんですよ。まあ、それで今、聞かれてる方に何かが起きてる、記者さんの声でかかってきてるっていう小さな声が、まあ、今聞こえたところなんですけども、まあ、それは別に記者さんが悪いわけじゃないし、そもそも、20何年間、スポーツ業界とかも、まあ、テレビ局は僕は提案きっちりし始めたのは2011年以降ですけども、もうそれこそ僕は20歳ぐらいの頃のフルーツラバーク勤務時の頃からの提案で、確か行列のできる相談事務所とか出来上がってるから、ある程度みたいな話にもなるにはなりますし、全くなしの世界も怖いでしょう。人前では削除してノーノーとそんなにお金儲けに走っていたって、そんなことが認められ始めた世の中もうむちゃくちゃになるから、本当にもうむちゃくちゃになってる後ですから。本当はそれ著作権法のプログラム計画、事業計画、それはある程度はお金で子さんも回してもらえる、まあ、回してもらえないと我が天下と我が天下戦国不問のそのあれだけ僕が考えてね、ちょっと面白いところの
ごめんなさい、ちょっと話それ始めたので軌道修正します。その10万円の給付金のところ、その結局ね、給付額をある程度大きくすることによって、そこからね、家賃なんとか払って、いや、それ本当は物価の高騰とか、最終的にはガソリンとかにつけてる補助金を撤廃して、ある程度電気料金も上がるっていう話の方向で進めなかったら、そのエネルギーの残存量問題に関してみんながどう取り組むかのところで節約した方がいいと、エネルギーをね、その方が経済的に、ゆとりができるかもしれない。まあ、例えば僕も、まあ、ある程度も絶対ストーブ使わなきゃ無理なんで、まあ、ある程度の電気代は絶対かかるんですね。ただそこはお風呂は炊かないで、なんとかシャワーで乗り切るっていう形は、そこはなんとかできるだけ、そこはうまくすれば、脱衣所を温めれば、どうとでもなるんですよ、本当に。で、それはコツがあって、例えば1000ワットと800ワットってすごい貧弱なストーブなんですけども、それを2台活用することによって、1000ワットだけだったら15分脱衣所温めるのに、冬場ね、真冬の時かかるのを2つ用いることによって5分で温まったりするんですよ、脱衣所温かく。そういう賢い計算方法とかで、物事を進めたら、エネルギーの節約をしながら、やっぱり冬場の冷たい水を160リットルも1回で沸かすっていう、それ多分ガスものすごい使ってると思うんですよ。その辺のところでみんなで節約すれば、家計の負担は少なくなるのと、その給付金渡すから、家賃そこからね、ある程度頑張ってまして、まあ引っ越し代を生活保護の人たちが出さない方法の方が、それもう家賃がね、もう8万とかなったらもう話別だと思いますが、いくらも給付金渡しても、だって一月のね、神戸市北区で4万いくらでしょ。それもっとね、人口少ない県とかで、すごい田舎の方で土地代安いところとかだったら、もしかしたら4万円出てないところももしかしてあります。家賃補助とかであり得るっちゃあり得るかなという考えになるんですけども、もうそれでね、もともとの家賃が8万とかのところだったら、もう、ね、焼け石に水だから、さすがにそういう人は引っ越ししてもらわなきゃならないんですけども、そうじゃない人は給付金のところからなんとか捻出していけば、一応1年間で家賃はちょっとだけは下がるはずなんですよ。固定資産税のところからの考え方でいうこと、自己年数で。まあ、それで、まあ、あと何年か頑張っとったら、ある程度楽になるわ、みたいな形で。だから、引っ越しするのにもうガソリンが消費されるじゃないですか。それだったらもう、いてもらった方がいいっていう結論になるんですよ。結局、引っ越しで渡すんでしょって。なんか、その辺のところで、給付金を上げてっていう形で、これが僕の結論ですね。だから、効率性の導入とかで、あとは僕からの願い事は、まあ、陳情による請願法、請願法による陳情なんですけども、やっぱりその裁判所切手代いらないような形にするのがやっぱり一番いいですね。で、訴訟費用に関しては裁判終わってから分かることですから、交通費とか。だから、いや、それなかったらなかったで、遠方の人、裁判所にいちいち行ったりとか、判例六法を読む人は読みに行きたくなるでしょう、書士。神戸に言うと、司法書士会館とか、あと図書館に、現行法規、現代日本法規。それすると、交通費もめちゃくちゃ高くなるんで、もうそのシステムを導入して、で、ほとんどの人がね、訴訟費用の救助申請で通るような形にするしかないと思いますよ。もう民間企業なんかあっちもこっちもしょっちゅう倒産でしょう。で、年金、その国民年金と厚生年金や、あと国民年金基金などをトータルで2000万以上お金かけてなかったらもう話にならないじゃないですか。だからそれ考えたら、
もうほとんどの人がもう7割超え、8割超えぐらいで、訴訟費用の救助を申請適用みたいな形にしなかったら、裁判できないでしょう。で、あと、裁判所の裁判官が頑張って、法律名と、その第何条とか求めないっていう形にしてあげなかったら、これ無理ですよ。ずっと騙し合いの社会が続いていくような形になるから。だから余計な法律の削除とか早くしていただきたいですね。人材派遣業法とか。まあ、結局それで直接雇用に変わっていったりとかで。あとは内部の会社の改革ですね。僕みたいにね、何でもかんでも世間に、しっかりとおっぴらに、公にするような人間はたくさん必要だと思いますよ。いろんなところ働きに行って、ここの会社おかしいっていうようなことをはっきりと言えるような人たちがね、多くなかったら、これはもうどう考えても無理ですね。以上です。10万円の給付金の件なんですが、まあ、住宅扶助とかで、分かった件、ご報告させていただきますと、その引っ越し代を出して、安い家賃の家に移っていただいているっていう件で、だからまあその辺のところは、例えば神戸市だったら、まあ、家賃5万円ぐらいだったら、節約生活でどうとでもなると思うんですよ。まあ、6万円ぐらいからちょっと限界、もういっぱいいっぱいかなっていう形ですね。節約生活しながらでもですね、夏場網戸、扇風機、8月、9月回しませんでした、僕。本当に。網戸で頑張る。シャワーで水浴びたらどうとでもなる。やっぱり夏場でも冷たいですから、本当は。それで一気に体温冷えるっていう、その方法でどうとでもなるみたいな。それでね、もうみんなその方向で頑張ってもらうしかないと思いますよ、エネルギーの残存量問題で。だからこれをテレビで大っぴらに、昔これに近いような内容をテレビで放送してたんですよ、ある一定の感覚で、バラエティ番組で。本当ですよ。で、その辺のところをもう固定して内容しっかり放送すると。まあ、こういうことですね。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。あと説明欄のところも見ていただけると助かります。まあ、YouTube でスマートフォンとかの説明欄とかあるのかな？ちょっと、もしかしたらパソコン、iPad しか説明欄見にくいかもしれませんけども、操作方法いろいろ違うんで、まあ、そこに記載している内容で、まあ、皆さんご協力していただけたらなと思います。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定、わからないときは身の回りの方に着信通知の設定を聞いていただいたり、それでもわからないときは販売店の方たちに、聞いてください。チャンネル登録で良かったような気もするんですけども、まあ、それでも違うのかもしれないです。ちょっともう僕自体がごめんなさいね。僕もよくわからない状態で言ってしまって。あと、まあ、インターネットの記事見て、僕も正直そう思ったんですが、総理まで給与が上がって、そりゃ支持率下がります。閣僚、総理、閣僚、給与が、ここも、まあ、ちょっとここ、ちょっと言わせてもらっていいでしょう。何を字幕こうしてたぶんもう岸田さんも、まあ、これ一般人の人に向けて言うんですけども、多分岸田さんもね、もう仕事いっぱいいっぱいで、これも理由とか聞いたことあったと思うんですよ、僕の方も。だから公務員をいちいち上げる話にせんかったら、いちいち一人一人どうとかこうとか、それこそ、いちいちそんなこと、わけわからんことできないしっていう話で、もう、なんかね、総理は3割返納で、内閣、まあ各大臣のことです。まあ2割返納で、これでもう、なんとかもうこれでっていうような話を、今までのね、岸田さんまでの総理もそう言ってるんですよ。パソコンだから あんまり無茶な違う。
一回そこデータ触ってしまったらもう何が基準かそれもみんな分からなくなるから。まあただもうそれじゃあ閣僚って副大臣も閣僚に含まれますの話になるんですよ。そしたら政務官と大臣どちらが給料ね、だから総理3割減の内閣、2割減の、それ以外の国会議員の人たち1割減のでよかったと思うんですよ。でまあここら市長とか、知事の人たちが3割減のするのか2割減のするのかっていう話になってくると思うんですよ。2割減の以下はないですよ。だって大臣と、各都道府県知事が同額なんですから。それ言い始めたら僕もお金払ってもらうときに、もし大臣クラスでの支払いの方法とかあったとするので、あったとしても2割変動になって支払われるっていう形になるんでしょうね、きっと。これもう、まあ本当にそんなこと通るのかなと思ったら、難しいな。そうじゃなくて多分自分のアイデアとかで提案したそのべっこうさんとか、あとテレビ局、一つの番組につき、まあ、僕はね提唱してる内容、1回の放送で、例えば1時間の番組で、まあ、1万円だとか、平均視聴率で、平均視聴率から 1% 以上下だったらその時間帯のね、もう1回の放送5000円だとかで、視聴率良かったら2万円だとか、ある程度その部分導入しなかったら、良い番組を作ろうとしないでしょ。で、何が良いかっていう内容を分かってる人に任さなかったら、ただただくだらない番組をテレビで放送してしまうから、本当にダラダラと。けど、それで計算してみても、これ、正社員雇用の大卒の人にこれ負けるわみたいなことで、計算がもう、だからまあボーナスがあってですよ。で、有給休暇がね、半年以上働いたら法律上ついてくるじゃないですか。で、勤務年数とか時間帯で、有給の年間の職日数増えるじゃないですか。それで、まあ、育児休暇とかも取得されている人たちと、あと退職金付きの人たちと比べたら、これ、負けるわみたいな話になるんですね。消えていく番組はもう消えていってますから、やっぱり世の中こんなものですよ。いろんなところはみんなしっかり払ってくれて、僕の人生どうにかなる話になるから、その特許出願料大体20万、交通費込みで何回も往復させられますから、書き直しを求められる文章、細かいことをいち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 言ってこられて、もう大体でわかるじゃないですかってもう言いたくなるっていう。そこを、はいはいって頑張ってこられてたら、やっぱりずっと往復させられるんですよ。発明協会のところ、特許庁さんから、もう交通費いくら使ったかわからない。もう5回以上は絶対行ってる。絶対間違いなく。あともう何回ってかわかる。もっと昔まで遡る。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。